Bonjour. こんにちは。今回から新しく始まる口コミ情報コーナーの日本を担当するジャーナリストの佐藤久里子です。こちらのコーナーでは毎月劇場で公開される新作フランス映画やプラットフォーム、テレビなどで放映される旧作のフランス映画を取り上げていきたいと思います。本日まずご紹介する1本目は12月15日に公開されるトラン・アンユン監督の新作ポトフ美食家と料理人です。19世紀末のフランスで美食家として名を馳せたドダン・ブファンと彼の恋人で天才料理人のウージェニーの2人が食の真髄を追求し、さらに料理を通してお互いへの愛を育む様子を描いています。本作の見どころの一つは何といっても料理シーンです。ミシュラン三つ星シェフのピエール・ガネールが料理監修を行い、伝統的なフランス料理の数々が登場します。まるでこちらにも匂いが漂ってきそうなほど五感に訴えかけるシーンです。さらに主演の2人を演じるジュリエット・ビノシュとブノア・マジメルのあうんの呼吸による共演ぶりも大きな魅力をもたらしています。2本目にご紹介するのは12月8日に劇場公開されるギャスパー・ノエ監督のボルテックスです。ノエ監督といえばこれまで激しい作品が多かったですが、今回はガラリと変わり、死が迫った老夫婦の数日間を静かに見つめます。夫役に扮するのはなんとホラー映画の巨匠といわれるダリオ・アルジェント監督、さらに妻役をママと娼婦などで知られるフランソワ・ズルブランが演じています。この配役の意外性も見どころの一つです。さらにスプリットスクリーンといわれる画面分割を用い、右と左で夫と妻が別々の空間で他のことをしているといった描写がなされます。それによって夫婦の精神的な溝までも象徴される工夫となっています。見終わった後、観客も死について考えさせられるようなずしんと心に響く作品です。3本目にご紹介するのはベルギー出身のシャンタル・アケルマン監督の作品です。2015年に亡くなったアケルマン監督は近年富に再評価が進み、今年日本でも劇場で特集上映がされていたのでご存知の方も多いかと思います。現在洋画専門チャンネルザ・シネマでも特集放映がされていますが、これから放映される作品でぜひおすすめしたいのがゴールデン 80s です。1986年に制作された本作はちょっぴり毒の効いたカラフルで楽しいミュージカル。こんな作品もアケルマン監督が撮っていたのかと斬新な驚きをもたらしてくれるでしょう。詳しい情報は洋画専門チャンネルザ・シネマの番組表をご覧ください。